ジェームズ・ロバート、ジェイミー・マリーは、スコットランド・ダンブレーン出身の男子プロテニス選手。アンディ・マリーの一歳年上の兄で、ダブルスのスペシャリストとして活動している。左利き。シングルスにはほとんど出場せず、四大大会の男子シングルスには一度も出場記録がない。これまでに ATP ツアーでダブルス25勝を挙げている。彼は、 様々なダブルスパートナーと組んで、好成績を出しており、弟のアンディと、兄弟ペアを組む時もある。趣味のゴルフでは、ハンデキャップ3乗り切りを持っている。シングルスダブルスとして、イギリス人初の世界ランキング1位。イギリス人20年ぶりのウィンブルドン優勝者。グランドスラムダブルス、混合ダブルス優勝7回。イギリス人。 男子43年ぶりの全米ダブルス決勝進出。またデビスカップ2015では、デビスカップイギリス代表の79年ぶりの優勝に貢献。マリー家の兄弟2人は、スコットランドのナショナルコーチを務めていた母親の手ほどきでテニスを始めた。一緒にラケットを握った時、兄ジェイミーは4歳、弟アンディは3歳だった。 ジェイミーの公式サイトによれば、少年時代に家族でウィンブルドン選手権を観戦した頃、自分はできる限り多くの試合を見ようとしたが、アンディはできる限りサインをねだることに夢中だったという。ジュニア選手のトーナメントでは、2004年全米オープンの男子ジュニアダブルス部門でアンディと組んだベスト4がある。同年に18歳でプロ入り。最初期はフューチャーズで、 シングルス戦もこなしたが、2006年4月以後は、ダブルスのみに専念するようになった。2007年、ジェイミー・マリーは、エリック・ブトラックと組んで男子ツアー大会のダブルスに三勝を上げ、2007年ウィンブルドン選手権混合ダブルスで、エレナ・ヤンコビッチとコンビを組んで優勝した。ジェイミーと、ヤンコビッチは、決勝で、ビョルクマン、モリクグミを6から4。 3から6、6から1で破って、栄冠を獲得した。イギリス人選手がウィンブルドンを制覇したのは、1987年の、混合ダブルスを制したジェレミー・ベイツ、ジョー・デューリーク未来20年ぶりの快挙であった。2011年楽天ジャパンオープンでのマリー兄弟2008年は、2月の、デルレービーチ国際で、マックス・ミルヌイと組んだ優勝がある。 8月の北京五輪には、イギリス代表選手としてジェイミーとアンディの兄弟ペアが、男子ダブルスに出場し、二人は二回戦で、フランス代表のクレマン、ロドラ組に1から6、3から6で敗れた。オリンピック終了後、ジェイミーは2008年全米オープン混合ダブルスで、ディーゼル・フーバーと組み、自身二度目の四大大会混合ダブルス決勝に、進出した。 ここでは、パエス、ブラック組に6から7、4から6で破れ、混合ダブルス2冠のチャンスを逃している。2010年11月のバレンシアオープン500で、ジェイミーは、弟のアンディと組んだダブルスの決勝で、ブパシ、ミルヌイ組を7、6、5、7、17で破った。2011年の楽天ジャパンオープンでも、アンディと組優勝し、ダブルスツアー7勝目を挙げた。 2015年は躍進の年となった。ジョン・ピアーズと組、ウィンブルドン選手権で決勝に進出。決勝ではロイヤー、デカウ組に67、46、46で敗れた。全米オープンでも、再び決勝に進出。決勝では、エルベール、マ眉組に4から6、4から6で敗れた。デビスカップ2015でもダブルスで活躍。1回戦のアメリカ戦では、 ドミニク・イングロットと組み、ブライアン兄弟組に敗れたが、準々決勝以降は、弟のアンディ・マリーと組み、フランス戦では、ゾンガ、マユ組に、オーストラリア戦では、グロス、ヒューイット組に、決勝ベルギー戦では、ダルシス、ゴファン組に勝利し、イギリスの優勝に貢献した。2016年は、ブルーノ・ソアレスと組み、年初のシドニー国際で優勝すると、 全豪オープンで2015年のウィンブルドンから3大会連続決勝進出を果たすと、決勝で、ネスター、ステパネクグミニに6、6、4、7 5で勝利し、男子ダブルスでのグランドスラム初タイトルを手に入れた。その後4月4日付の世界ランキングで、世界ランク1位になることが確定した。全米オープンでは準決勝で、前回の決勝で敗れた、エルベール。 真悠組に勝利し、2年連続の決勝進出を果たす。決勝で、パブロ・カレーニョ・ブスタ、ギレルモ・ガルシア・ロペス組を破り、グランドスラム2勝目を挙げた。優勝 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 L 級イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。